この松田町っていうのは何が特徴かというと、はい、この町は絶対雪降らないんです。雪降らないんです。だから大島桜を育てる樹勢もしていると一番その土壌に合った、土地柄なんです。だから実際にもう30年も40年も前ですけども、長野県と鹿児島県で実験したんです。そしたらちゃんと葉っぱ出るんですよ。綺麗に出るんです。だけど塩漬けすると香りが出ない。雪の降る土壌はダメ。暑い鹿児島あたりの気候は熊に含まれない。だから他真似できないんです。だからここはもう地場産業、全国の 70% です。要は我がこの臨済宗に教えられるような言葉なんてものはない。でもしそういう教えられるようなものがあるとするならば、そんなものは土くれほどの価値もねえもんだと。